は、速軸の久保でですす7月20日18時14時分ですね今日のおさらいをします今日はレンジオプションということで見ていたんですけども皆さんいかがだったでしょうかレンジオプションにする際にはこことこことここを結んでですね、えー、レンジの一番上のゾーンをこうやって引く必要があるかなと思いますでえー、と、大体こんなもんですよね、えー、あの、価格で言うとね 107円の355とかその辺なんですよ。まあ、その辺という言い方がいいのかなと思います。107円の405とかでもいいですけども、この辺に帯があるっていうふうに考えてください。帯で引きましょうか。こういうふうにね。ここに当たったら内側に戻っていく。内側ってのは要するに下と上の線引いたらこうですよ。この内側で推移してるわけですから、こういうふうにね、行って、で今朝はこの辺りからエントリーをしましたけども、 おかげさまで、ここがズバッと取れたわけですよででここで決済して、あとはあの、私はやらなかったんですけど、ここから売りに入る方もいたと思います。売りに入った方は、きっちりとまた理学できてるでしょ。で、こういう形でレンジオプションは攻めていきます。要するにレンジオプションっていうのは、下の線に当たったら、これまた言いますけども、上に、要するにバイを仕掛けて、上の線に当たったら、 セルを仕掛けるの繰り返しなんで、往復で取れていけるわけなんですよね。もちろんロスカットをセルの時はこちらに、バイの時はこちらに仕掛けるのを忘れないようにしてくださいね。まあ、それで上に行っても下に行っても取れていくっていうところで、まあ、結構ね、利益を詰めるポジションなんですよ。えーまあ、なかなかね、えー、しないと思いますけども、こういうことは <laughs>。<laughs> うん。まあ今日はね、あのー、はっきりとしたレンジだったんで、えー、ちょっと挑戦してみました。うん。皆さんの成績いかがだったでしょうかあ。結局ね、その FX ってのは、 2、えー、つの考え方があって、1つはね、分かる時だけやって、損失をなるべく少なくして、ポジポジ病から抜け出すこと、もう1つは、日々、利益をあの出せるポイントを、やっぱりね、必要に見ていかないといけないかなと思います。もちろん、後者の方は、たくさんの経験と知識をしっかりと詰め込んで、あとね、度胸ですよね。えー、やっぱり度胸、ありますよ変な、反転狙いって怖いですからね、突き抜けて上の方にズバーッと行くっていうのも、考え上る中で、 あのー、反転していかなくちゃいけないですからね。はいということで今日もね、えー、気持ちよく撮れました。ありがとうございました。皆さんも FX、えー、日々、ね、ー力をつけていってくださいね。モチベーションうんぬんとか言ってられないですからね、本当にね。というか、モチベーション上げる工夫は何かでしていきましょう。はい、ほっといたらモチベーションはどんなことでも落ちていきます。FX はねね勝っている時ですすらら落ちますから、ね <laughs> 本当に勝っていてもや,やる気がなくなってくるんで、あのー、やっぱ工夫が必要なんですよ。これはマグレで勝ったんだっていうふうに、私の場合は自分に言い聞かせていくことと、これを人に伝えやすく伝えるためには、どういうふうにすればいいんだみたいなね、えー、そんなことでございますで本日は以上です。